よろまですよ、しゅうじみだ。本日なんですけど、本日もね、こちらです。こちらのおすすめの商品をご紹介したいと思います。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、こちらのおすすめの商品をご紹介したいと思います。こちらなんですけど、皆さんもわからない方いるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。プレアンジェのアンプルなんですけど、こちら皆さんいかがですか。ご存知じゃない方すごく多いんじゃないかなと思うんですけど、プレアンジェのねアンプルなんですけど、まあ普通に9点とかでも購入できるかと思うんですけど、まあ、非常に良かったので、まあこれなぜ僕が手に入れたかというと、まあアンプレンのアンプルなんですけども、まあ、前回と前々回とか、まあ、何回か2回ぐらいご紹介させていただいてるんですけど、まあ、そのねアンプレン の, アンプルがすごく良かったので、プレアンジェのアンプルも使用したら良かったっていう流れなんですけど、まあ、そういう流れで、まあ、皆さんこのアンプルに特化してね、メーカーだっていうところもあって、アンプレンとプレアンジェなんですけど、まあ、プレアンジェも同じ会社なので、こちらの方を使用してみたらまあ良かったっていうことなので、皆さんの方にシェアしたいなと思ってシェアしている形でございます。でこちらなんですけど、まあこちらね30日で肌を改善するっていうものなんですけど、こういうね毎日だって30個入ってて1日1個を使って、まあ、30日で肌のトーンアップを促してくれる、してくれるっていうことなんですけど、これがね夜使うのにすごくいい、まあ夜使うものなんですけど、夜ね使ってすごく良かったので皆さんの方にシェアしております。でそれでなんですけど、まあ、内容もねすごくね非常に中成分こだわって作っていて、アンプルに対してね、なかなかこんなアンプルに対してこだわって成分を乗っけてくるってことのすごくないんじゃないかなと思って、まあ肌潤いだったりとかブライトニング効果だったりとかするものに特化している、まあ30日で肌を改善させましょうっていうね、トーンアップさせてくれますって毎日する1ヶ月ステップのアンプルなんですけど、まあなかなか最近こういうものってないですよね。ミッドナイトトーンアップアンプルなんですけど、40ml 入ってて30個入っております。まあ成分もめちゃくちゃ良くて、まあめちゃくちゃいいだけでは済ましたくないんですけど、やっぱりその30日で改善させていくっていうのが間違いないかなと思ってて、僕も今、まあ大体半分ぐらい来たのかな、まあ、使用してるんですけれども、まあ、非常にいい感じなので、皆さんの方に一旦こんな感じでシェアしていければなと思ってるんですけど、まあちょっと今ね午前中っていうか昼なので、まあ、夜の状況を見せれればなと思ったんですけど、非常に良かった商品だったので皆さんの方にシェアしたいなと思ってシェアさせていただきました。まあプレアンジェになります。皆さんプレアンジェって知らない方すごく多いかと思うんですけど、アンプレンって会社と同じ会社になります。まあアンプレンってだけあって、まあ、アンプルに特化したメーカーになりますので、プレアンジェっていうアンプルもすごくメーカーのにはすごくアンプルに特化したメーカーになりますので、ぜひぜひねそちらをねチェックしてみるのはいかがでしょうか。はい、まあなんかすごくやっぱりその特許系ももちろんそうなんですけど、中に入れてる成分がちょっと他とはなかなか違くて、なんか非常に面白いなって僕の中で思いました。中にね使ってる成分なんですけど、マイナス193度の中の有効成分を使ってたりとか、まあそういうふうにしてるものがあるので、まあなんか非常に面白い形で作られたアンプルかなと思いました。うん、なのでちょっとね非常にちょっと1ヶ月後の効果の方も皆さんの方にシェアできればなと思ってるんですけど、気になる方下の概要欄の方に何か URL の方を載せておきますので、はい、載せられたら9点になるのかな、9点と、まあ9点で3500円ぐらいで売ってたのかな、そんぐらいだと思うんですけど、まあ、そちらの方も載せときますので、まあ、ぜひぜひね見ていただければと思います。はい、まあ、最近僕ちょっとアンプルに凝ってて、まあ、なぜかというと肌がね乾燥して乾燥して、今年乾燥すごくないですか日本が。うん、なんだろうね。ね、だからちょっと乾燥はね肌老化の原因にもなってきたりするので、乾燥はもうできる限りしないようにした方がいいかと思いますので、皆さんもね肌乾燥にはめちゃくちゃ気をつけてください。まあ外に出てミストスプレーだったりとかそういうので肌保湿を保たないと本当に肌老化させていくので、まあ、あと化粧になってくるとハイライトとかで潤い肌にさせていくっていう方法も一つの手だったりするので、まあそれはまあ騙し騙しのことになるので、肌をちゃんとねしっかり潤わせてから化粧に移るとかね、まあ、ハイライトだったりとかスティック状のハイライトもあったりするので、そちらの方で直して潤い肌にしていくっていうのが、まあ、女性の方だったら非常におすすめなのかな、まあ、男性も
まあ、そういう形でスティック状のハイライトを入れてちょっと肌ツヤにさせたりってする方法も僕の中では非常におすすめかと思いますので、ぜひね、そういうやり方もぜひぜひ皆さんの方にやっていただければと思います。はい、メンズのナチュラルメイクみたいなものっていうのを僕も紹介できればなと思ってるんですけど、もっとね、まあ、特にすごく観光コスメのコスメが気になる方がすごく多いかなと思いますので、まあね、なんか気になることがありましたら下のコメント欄の方に何でもいいのでコメントいただければ随時書いていきますの でそこで拾って動画の方にしていきますので、ぜひぜひね、下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。はい、今回は、ね、ちょっと駆け足で皆さんの方に詰めさせていただいたんですけども、ぜひぜひね、参考にしていただければとてもとても嬉しいです。はい、今回はね、こんな感じになります。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。